テンテレテンテンテン、テンテレテンテンテン、テンテレテンテンテン、テンテレテンテンテン。ようこそ夢の国にネバーランドに行こうツアーへ。みんなこんにちは。そう、僕の名前はピーターパン、大人になりたくない40歳さ。今日はみんなをネバーランドに案内するためにやってきたんだ。ネバーランドに行きたいって人はどのくらいいるかな。みんな、ネバーランドってとってもいいところなんだよ。例えば、そう、ネタが飛ぶこともない。例えば、駅前の喫茶店で急に女の人に話しかけられて20万円の絵画を売られることもない。例えば、クレジットカードが止まって土下座をして謝ることもない。そして何よりも、あのネタ見せがないんだ。うん、いまいち伝わらなかったみたいだね。でもいいよ、きっとこの後ネバーランドを案内していけばみんなもネバーランドの良さがきっと最後には分かるはずさ。さあ、出発だ、レッツゴー。タンタラタンタンタン、タンタラタンタンタン。シッシッ、みんな、何か声が聞こえないかい。もしかしたら、あのフック船長が狙ってるかもしれないんだ。よーく耳を澄ませてごらん。ほら、何も聞こえないかい。何も聞こえない。じゃあ僕のいつもの幻聴だ。気にせず行こう。タンタラタンタンタン、タンタラタンタンタン。なんだかみんなちょっとテンションが低いね。しょうがないな、この旅の仲間なんだけど、そろそろあれをやっちゃおうかな。みんなの最初に入場した時にもらった手元の箱を開けてごらん。ほら、美味しそうな食べ物が出てきただろう。これがシャカシャカポテトさ。このシャカシャカポテトを食って地上の嫌なことを全部忘れるんだ。さあみんなで一緒に振ろう。ウェンディ、どうしてなんだウェンディ。やっぱり公務員がいいのか。くそくそ。1、3、5、7、11、13、17、28、30。次の素数を知ってる方。じゃあ僕の心だけネバーランドに行ってしまったので、君たちのネバーランドは自分で探せばいいさ。どうもありがとうございました。